多分ミニ四駆ランパだよ。やってきたのは元気っ子さんのステーションチャレンジ。彼らのトークはちょっととりあえず置いといて、レースの模様に行くよ。レースの模様です。さあ、元気っ子さんのレースだよ。グランパだよ。1回戦はこのメガネのおじさんが走らせるよ。中里って言うんだよ。グランパだよ。グランパ、ミニオン G とも呼んでね。別名グランパでいいよ。さあ走ってるよ。元気っ子さんのコースは、3周するよ。このロングコースを3周して1位の人が勝ち抜けるんじゃよ。じゃよとも言ってみたよ。グランパだけにじゃとか言うよ。そして次はこの、そのマスクのおじさんがやるよ。グランパ。さあ、行くのは田沢さんだよ。田沢さんが走らせて1位を走ってるよ。さあ、行くよ。2周目で1位。あ、結構な差がつけて、走らせているのが田沢さんだよ。この喋ってるのは田沢さんじゃないよ。2回戦に進出したよ。これでベスト10あたりに入っているのじゃよ。グランパだよ。さあ、3人で走らせるみたいだよ。スタートの方からは取れなかったけど、いい感じで取れてるよ。2周目。そして、さあ、中里さんは2着で追いつかないな。これは無理だ。負けてしまったんだな。そして次は田沢さん2回戦に出るよ。朝早起きしたよ。さあ、走らせるよ。ニット帽も洗ってないよ。だいぶ半年ぐらい洗ってないよ。さあ、スタートするのかな。グランパだよ。はい。うわー、離れてしまってる。みんな早いな。教えてほしいな。教えていただけるよって方はグランパに連絡だよ。負けた。あーっと、追突して、中里さんが全然取ってくれなかったから、田沢がダッシュしたよ。グランパだよ。さあ、ここからは、決勝の動画を見てみんなで勉強しようという、決勝レッツスタディ勉強ファイナルスタートですよ。じゃあ2周目。早いな。田舎の郵便局のおじさんの自転車のスピードと一緒だな。グランパだよ。さあ、ミニ四 G だ、G とも言うよって言うよ。いつも、いつも一緒。いつもね、早いよねーで終わり。みんな早いよねーで終わるんだから。もう進歩がない。進歩がないよ、俺ら。何？俺ら。じゃあ、コンプラかかっちゃう。何？あんま下ネタ言わないで。進歩。進歩。あ、進歩。下ネタすぐ言うから。チッて聞こえた？下ネタすぐ言うんだから。おかしいな。もうだからさ、はい。もう、ちゃんとセッティングしなきゃダメよ。ちゃんとやんなきゃダメですね。田中さんに勝ったぐらいですね。あ、田中さんに勝った？田中さんに勝ちました。よかったね。田中さんには勝ちましたけど。ぶっ潰してやるって言ってたけどね。そうっすね。いや、もう全然もう可愛らしく。ベスト10ぐらいかなと思ってたけど、本当ベスト10でしたね。ベスト10でしたね。長さん、じゃあ今日のリュックいくらですか？はい、そちらですね。2万4000です。高っ。これ？チャックもないのに2万4000も？はい。入れるとこ一切ないの。入れるとこある。グランパだよ。